毒親との正しい戦い方教えます。解毒案内人木村優子です。今日の内容はこちら。皆さんね、過去嫌な思い出、辛かった経験ね、たくさん持っている方が、このチャンネルを見ている方はね、多いと思います。その中でフラッシュバック、トラウマもね、そうですね、これね嫌ですよね。当時のことを思い出して心が痛くなって、うーってなって、まあ、忘れた頃にまたうーってなるっていうのをずっと繰り返して、辛い思いを、ね、持ちながら生きている方が多いと思います。そんな方に、その辛いこの繰り返し、フラッシュバックトラウマを最速で抜ける方法というものをお伝えします。まあ、このチャンネルはね、毒親育ち向けの内容なので、もちろん毒親育ちバージョンで作っております。ぜひね、今日教える内容を実際に試してみて、この辛い状況から早くね、抜け出していただきたいなと思います。それでは解毒スタート。まあ、早速ね、結論から言っちゃいます。結論はこちらです。フラッシュバックが起きた時、過去と現在に境界線を引くっていうことをね、ちょっとやってみてください。というわけで、今日の内容は3つあります。まず1つ目、境界線引くってどういうこと？フラッシュバックが起きた時、人間の頭ではこういうことが起きているよということをお伝えします。そして2つ目、じゃあそれが起きたらどう対処すればいいのかっていうのをお伝えして、そして3つ目、どのぐらいの期間やればいいのか、それをやる時の注意点はというものをね、この3つをお伝えします。じゃあ早速1つ目なんですけども、初めの結論でもお伝えしました、フラッシュバックが起きた時、過去と現在に境界線を引くっていうことを意識してくださいってことなんですけども、まあちょっとわけわかんないと思います。これなんでかっていうと、そもそもフラッシュバックが起きた時、頭の中では過去の出来事と今現在、この過去と現在がごちゃごちゃになって同時進行してしまっているということが脳内で起きております。なので意識して過去の辛かった出来事、そして今現在、これってもう当たり前なんですけども、時間も違うし、状況も違うし、自分自身もこの時の自分とこの時の自分って別なんですよ。なんですけども、すっごい辛い過去の記憶がバッて蘇ってくると、さも今、あ、また過去みたいに同じことが起きたらどうしようって不安になる、怖くなるっていう状況はフラッシュバックになります。なのでちょっとフラッシュバックとかトラウマが起きた時を思い出してもらいたいんですけども、まあ、私自身のことで言うと、今現在この部屋に一人でいるのに、小学校の時に親にめっちゃ罵声罵倒された、その言葉がさも今聞こえてるかのような感覚に陥るんですよね。でもう今この場で殴られてるわけじゃないのに、なんか殴られてるような感じ、痛い、心が苦しい、辛い、泣きたいんだけど、あの時泣くのを我慢した、だから今も我慢しなきゃみたいな感じで、今現在何にも起きていないのに当時と同じ状況になってるような感じに陥ってしまう。人によってはですね、その時の暑い寒いの体感だったり、食べていたものの口の中の感じだったり、匂いだったりっていうものも当時のまま、そのまんま思い出して、その時過去に戻ってしまったような感覚に陥って、うーってなってしまうっていう方もね、いらっしゃると思うんです。なのでそうなった時は、あ、今私は脳内で過去の出来事を持ってきて今もう一回やろうとしてるんだなってっていうことに意識的に気づいて、もう今違うよ、過去と現在もうここ違うんだよっていうものを線引きしてあげる必要があります。これね、どうやってやるかっていうと、わーって思い出した時に、まず今自分がいるこの状況で、目の前にあるもの、目の中に入ってくるものを一つ一つ口に出して言うとか、数えるっていうことをします。例えば今私がこの状況でフラッシュバックがわってきた、そしたらまず意識的に、あ、これは過去なんだな、今と過去は違うんだなって線引きをして、その次に、あ、今ここにカレンダーがある、このカレンダー2022年3月23日あ、水曜日だね、あ、写真は桜かな、梅なのかながあって、ピンクで可愛いな、あ、その後ろに菜の花があって黄色い花があるなとか、
目の前に、あ、ここにコップがある、この中には水が入っている、あ、じゃあこれ飲んでみようって言って飲むとか、部屋のものを一個ずつ数えていくのもいいです。今私の目の前にはこの撮影用のカメラがあって、ここに照明があって、あとあっちに時計があって、上には電気があって、そこには廊下に続くドアがあって、ティッシュの箱があって、メイクポーチがあそこにあるみたいな感じで、フラッシュバックが起きると脳が過去にブイーンって行っちゃってる状態なので、それをリセットして、今ここ現状、今私はこういう現状だよ、過去とは違うよっていう感じで、目の前にあるものを数えたり口に出したりということをしていきます。でそうすると、まあ、落ち着いてくるじゃないですか。でその時にこうやって自分に伝えてみてください。過去と現在は違うよ、もう同じことは起こらないよ、大丈夫だよっていうことを自分で自分にずっと優しく伝え続ける、この声かけがめちゃくちゃ重要になります。フラッシュバックが起きた時って視点が脳内に行っちゃってるんですよ。脳内の過去のリプレイにガーッと視点が向いちゃっているので、それを意識的に視点を現実に向けるという作業が必要になります。それで自分で自分に大丈夫だよって声かけしていくと、また自分も平常に戻っていくんですけども、あのほとんどの人っていうのは、まあ、この大丈夫だよっていう作業もしないし、フラッシュバックが起きると、うわ、もう思い出したくない、なんでこんないつもいつも思い出すの、もう私は過去の自分じゃないのにみたいな感じで、何にも対処せずに終わっちゃう人が多いと思うんです。なのでここでフラッシュバックが起きたら正しい対処をするという必要があります。そしたら次、そのギューっていう苦しい気持ちがなくなって落ち着いてきたら、次はですね、このフラッシュバックが起きたこの過去の傷、過去の内容を認めるということをしてください。なんでフラッシュバックがもう何年もずっと続いてるかっていうと、こうグツグツした傷口を10年20年ここに持っていると思ってください。なので当時と似たような出来事とか、同じ場所に行くと傷口がまたパカッて開いちゃうんですよ。でその開いた傷口が痛い痛い痛いとか言いつつも、やり過ごして、あ、落ち着いたわ、もうよかった、もう思い出したくない、こんなのって言って終わる人がめちゃくちゃ多いんですけども、そうじゃないんです。その目の前のフラッシュバック、辛いことをなくすんじゃなくって、そのできてしまったこの傷を治してしまえば、もうそんなね、頻繁にパカパカ開くことはないと思ってください。なのでその当時辛かった過去のこの傷に目を向けます。そしてこの傷に対して次はね、こう声かけしてみてください。そうだよね、あんなに辛い出来事あったんだもんね、そりゃフラッシュバックも起きるし、うーって辛い気持ちもなるし、そりゃこうなるよね、というふうにフラッシュバック、過去の出来事を排除するんじゃなくって、認めてよしよしと癒すという作業をする必要があります。なのでもしね、次フラッシュバックが起きたら、今日お伝えした対処法をやっていただきたいんですけども、これね、実は1回2回じゃ過去の傷っていうのはなくならないんですよ。まあさ、そんな 1,2 回で傷がなくなるんだったら、フラッシュバックとか辛い気持ちがずっと続くっていうこともまあないんですよね。でも10年20年引きずったっていうことは、それだけめちゃめちゃ深い傷がここにあるんです。だから治すのもちょっとね、それなりに時間がかかってしまうんですけども、ただやればやるだけ必ず傷の深さというものは浅くなっていって、いずれかさぶたになっていきます。でこれね、どのぐらいの期間やればいいんですかっていうのをね、よく聞かれるんですけども、まあだいたい半年くらいやってくださいと言ってもね、フラッシュバックってそんな毎日毎日思い出すものじゃないと思うんですよね。だから半年と言ってもめちゃめちゃやる必要はありません。フラッシュバックが起きた時にやる、また起きた時にやるっていうことをずっと繰り返していくと、1週間に1回起きていた、でも対処法をずっとやってたら2週間に1回になった、3週間に1回になった、あ、1ヶ月に1回になったっていう感じで、どん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 フラッシュバックの感覚がなくなっていって、最終的に気づくと、あれ、最近そういえば思い出してないなっていうくらいに必ずなります。今ものすごく辛い、もう何回も何回もフラッシュバックしちゃうっていう方も、ちゃんとやっていけば
思い出す回数もどんどんね期間が伸びていきますので、もう本当に、そんな声かけるくらいでいいの、目の前にあるもの数えるだけで変わるのってね思うと思うんですけども、ぜひねちょっとね次ガッと思い出したら、わチャンスじゃん、これフラッシュバック直すチャンスだわみたいな感じでやってみてください。それでは今日お伝えしたことを3つにまとめてみました。木村ポイントです。まず1つ目、過去と現在に意識的に境界線を作ります、ね、辛かったのは過去だよ、もう今現在で違うよっていうことを意識して境界線を作ります。そしたら2つ目、もう大丈夫だよ、もうあの時と同じことは起こらないよ、大丈夫だよっていう声かけをします。そして3つ目、傷の手当てをする。それどうやってやるかっていうと、その過去の辛かった傷を認める。そうだよね、辛かったもんね、そりゃこうなるよねと認めるという、この3つを繰り返すことで最速でフラッシュバックが抜けることができますので、ぜひやってみてください。以上、解毒案内人木村ゆう子でした。ありがとうございました。バイバイ。このチャンネルでは見ているあなたからの毒親相談を募集しています。概要欄に貼ってあるメールフォームから送ってください。お待ちしてます。